鉄筋ベースは関西テレビで2008年4月15日から2009年3月24日まで毎週火曜日24時35分25時5分に放送していたバラエティ番組大阪吉本に所属する芸人の拠点地ベース吉本に出演するメンバー15組がテレビ初公開のネタバトルを繰り広げその中から観客の投票により決定した 上位10組のネタを2週にわたって5組ずつ放送。NHK が全国に向けて放送していたお笑い番組爆笑オンエアバトルの関西ローカル版とも言える構成となっている。しかし最近はランキング形式で発表せず4組の芸人がネタをしゲームコーナーができた。その際の MC はジャルジャルの福徳秀幸が担当していた。12月23日放送の 大鉄筋ベース日本一早いクリスマスイブ製スペシャル。と題して生放送を行った。二千九年三月二十四日にて、同タイトルとしては終了したが、同年四月十日から、炎上ベースとタイトルを改め、一時間番組へと、時間拡大し、リニューアルをした。は、番組開始時からのレギュラーメンバーシーズン一まで、シーズン二までシーズン三まで名前の最初に、DJ が付き、 二週おきに吉本工業の先輩芸人が様々なキャラクターに憤している。なお、DJ コーナーは8月の放送をもって終了した。ありがとうございます。